はい、アキゲームズです。宇宙の逃避鏡の近くにあるバリアの解除の仕方を解説したいと思います。今はこの辺りの宇宙の逃避鏡の近くに立っています。秘境の近くに草色のバリアがあるのですが、入り方がわからないといった状況です。近づいてみると中に草の元素石碑はあるのはわかります。今からこの中に入っていきます。まずダーリ遺跡の南東にあるワープポイントにワープをしていきます。ワープポイントに到着したら次は北西方向に向かって飛んでいきます。しばらく飛んでいき、ヒルチャールの集落の上あたりまで来たら少しずつ高度を落としていくとクローバーマークがあるのが見えるので、クローバーマークを使って移動していきます。クローバーマークを使った後はそのまま北西方向に向かって飛んでいくとダーリ遺跡のところに到着します。ここからダーリ遺跡の中に入っていきますが、遺跡の中に入るためにはこちらの動画で紹介している世界任務バルナカダを進める必要があるため、まだの方は概要欄のリンクからご覧ください。遺跡の中に入ったら次は東方向に向かって進んでいきます。クローバーマークのあたりまで来たら次は北東方向を見るとクローバーマークがあるのでそれを使って移動していきます。着地したらそのまま北東方向に向かって進んでいきます。しばらく進んでいくと遺跡守衛がいるので戦います。倒したところまでカットします。はい、ということで遺跡守衛を倒したら遺跡守衛が座っていたところを通り過ぎて階段を上ると草のバリアのところに到着します。ここからバリアを解除していきますが、天井を見上げると草の元素石碑があるので草元素攻撃を当てて起動していきます。そうするとバリアが解除されます。ここから外に出ていくと最初に立っていた宇宙の逃避鏡の近くとなっています。以上となります。このチャンネルではギミックの解説や生物などの回収ルート、螺旋の攻略など旅人の皆様のお役に立てるような動画を投稿しています。よろしければチャンネル登録、高評価の方をお願いいたします。またライブ配信も定期的にしていますので、よろしければお越しください。ツイッチ、ツイッター、ホヨラボの方もフォローいただけると嬉しいです。では